よし、じゃあ直しましょうか。もうチューニングね、チューニングチューニングってずっと言ってるんで、チューナーとして役割を果たそう。で、兄さんからもらったのに、こんな不穏な曲の中でなんか弾くのかい？おい、起きろ。兄さん。なんで？あ？死んだらいちゃダメか？いいだろ。ここは？病院っぽいな、見た感じ。メンデス先生 ICU へ。メンデス先生 ICU へ。あ、やっぱ病院だ。ねえ、これはあの時だな。俺たちはまだ子供で、お袋は病気、入院中だ。俺たちは見舞いでここにいる。なりきれ。ここでなりきり。言った。もう、何なの？何のことだ？ねえ、やめてよ。お前たち。父さん。やめなさい。アレックス、行ってきなさい。お母さんはあのカーテンの向こうで私を待ってた。今一瞬パッと見た感じだけだとね、クソ親父感ありませんでしたけど、なんか俺の偏見だったかな、なんか家庭を顧みないクソ親父の印象しかなかったんだけど、そんなことなかったのかな。これまだ覚えてる。こんなのでもアートになるんだって教えてくれた絵だ。 NFT 待ったなしですね。こっちのベッドは空いてたから、実質個室だったんだよね。あの、入院 R もしたことあるんですけど、いびきかく人いるとさ、ぶち殺したくなるんですけど許されないんだよな。兄さんとよくここでアニメ見たっけな。だが今はアニメじゃないってことか。
このキーホルダー、母さんのお気に入りだった。ママさんもこうチャイニーズというかアジア系なのか、チャイニーズじゃねえな、招き猫って日本のもの、それともどっか別の国でもあんのかな。ここにいた時に何度も読んだな。中身をほとんど覚えちゃうくらい。お、ゴミ箱にダンク。この中は注射器でいっぱいだって兄さんに聞いて怖くなったな。と扇風機。この部屋はいつも暑かった。あのね、壁に扇風機かけるとモーターの音がすげえうるさいんでやめた方がいいですよ。このカーテンの向こうに母さんがいる。大丈夫か？怖いくないだろうな。行くぞ。赤髪だ。あ、違う、タオルか。タオルでまとめてあるだけか。っていうか何のご病気なんですか。父さんがここに泊まるとき、夕食は自販機で買って済ませてこの硬い椅子で眠ってたんだよね。大変だったろうな。妻を顧みないクソ親父ではなかったよ。か、父さんの泣いてる姿見るの子供ながらにしんどかったな。親の泣いてる姿をさ、子供の時に見せられるって結構きついんすよね。どうしてやりゃよかったんだろう。金の話とかさ、ちょっとえぐくてな。ここに来て母さんに会うたびに、これが最後になるんじゃないかって心配になった。なんかこう生き死にというかね、病気じゃない病気ね、健康体に関わらず人と会う時はいつも最後じゃないかって思うことありませんか。母さん、平気ねえ。本当に強い子ね。その強さはどこから来たのかしら。やり直しだ。あれを忘れてるぞ。ああ、戻ってきた。行った。もう何なの。何のことだ。ねえやめてよ。お前たち。父さん、やめなさい。アレックス、行ってきなさい。わかった。何をすればいいんだ。忘れてるって一体何を。ああ、キーホルダー。何かあるぜ。ゲイブ、アレックス、大事な話があるの。よく聞いて。病院で検査したら少し気になることが出てきてね。しばらく入院することになったの。本当？ねえ、大丈夫なの？二人とも泣かないで。お母さんすぐ元気になって帰ってくるから。お母さんがいない間大変なこともあるでしょうけど、みんなで協力するのよ。少しの間頑張ってね。きっともう分かってたんだろうな、治らないって。そういう時にさ、どうやってこう言ってやればいいんだろうな。水なんてあったっけ。母さん、水がないとまともに話せなかったんだよね。まあ喉乾くからな。まあ、ちょっと待ってよ、何すればいいんだ。他に何か大切なアイテムは
兄さんとよくここでアニメ見たっけな。特になさそうだけど。雑誌。ここにいた時に何度も読んだな。中身をほとんど覚えちゃうくらい。特に何にもないか。毛皮の、毛皮じゃねえだろ、ライダースジャケットみたいなのあって、何もないか。このカーテンの向こうにで、ぶっ倒れてんのは変わらずだな。荷物と父さんがここに泊まるとき、ティッシュと夕食は自販。父さんの泣いてる姿見るの子供ながらにしんどかったな。くちゃくちゃしてるのはちゃんとくっつく。汚ねえな、これゴミ箱捨てろよちゃんとさ。すいません。この時母さんとは何を話したんだっけ。何を忘れたんだろう。なんか他にある。何もなさそうだが。母さん、ねえ、あの部屋が汚いんじゃねえ、ママンの気分も悪くなっちまうだろう。せめて綺麗にしてやれよ。平気ねえ。まずは水を飲ませてあげなさい。これか。さっき言ってもね、まともに話せねえって。すげえでけえ水。この時母さんとは何を。分かった分かった、水をやれ早く。むせてるのかわいそうだ。ありがとう。小さい頃からあなたはめったなことでは泣かない子だったわ。知ってた？お母さん、そのことでよく悩んだのよ。あなたみたいに強い子をどうすれば守ってあげられるのかって。アレックス、強い子でしょ。泣かないで。あなたにも一つお願いがあるの。ゲイブとお父さん、二人のことは頼んだわ。力になってあげてね。お願いできる？アレックス。本当に強い子ね。その強さはどこから来たのかしら。あの言葉をちっちゃいアレックスに言ってたのか。それは酷だな。やめろ耳鳴り。
ああ、実家かな。あれが最後の会話か。だろ？うん。そうだよ。つらいな。ねえ、まだ続くの？一年後、俺はあれに荒れて親父とも喧嘩ばっか。でもお前はそれが嫌で止めようと頑張ってる。これもきっとつらいぞ。覚悟しろ。こんな時にはいつもこれが助けてくれた。私は嵐が過ぎ去るのを必死に待つだけ。まあまあまあ、ママもさ言うしかなかったんだろうけど、やっぱ酷だよな。だってそんなこと言ったらだって止めるしかないじゃないね、あんな喧嘩の。音量を最大にすれば何も聞かずに済む。耳を塞げばいいんじゃないと思ったら耳を塞ぐ物理ってことだった。男同士の喧嘩だからな。あんなちっちゃい子が止めるに止めらんないしな。逆にパンチくれそうだ。あ、したいのはわかる。でもあの日を再現するんだ。またやり直しか。ゲイブはさ、エルシャダイのルシフェルは、ルシフェルポジションに立ってんな。何をしなきゃいけないんだ。何をしたんだ。いつも喧嘩を止めようとしてたけど、私が何したって。でしょうね。これ兄さんが生まれる前から使ってたみたい。このテレビを頭にぶちまけるか。ごめんね、約束守れなくて。アレックスがなあ、そんな楽に思うことないのにな。洗濯した後、父さんの服はここに置いてた。見つけやすいようにって。今も昔もずっと一緒だね。これからも一緒なんだろうな。兄さん、このリュックほとんど使わなかったよね。
学校に行かなかったから。学校なんか行く必要ないんだよな。母さんの裁縫道具入れだ。多分私が生まれる前から使ってる。学校行ってさ、なんかいいことありました？やめとくか。幸せは招けなかった。招き猫は金しか招かない。まあ、金が招けたかって怪しいですけどね。グリーティングカードが入ってる。母さんが全部ここにしまってた。と、あ、請求書。支払い日順に並べてから父さんに渡すのが私のこだわり。いや、並べるほどの請求書か。ハロウィンで狼男やりたかったけど、お金なくて断念したんだよね。変身願望あったのかな、アレックスにも。この頃は二人とも幸せだったんだ。病気さえなければってことかね。母さんはここのものを使いこなしてた。料理上手だったな。父さんのビールよく兄さんが盗んでたな。父さんはそのことで怒ったりしなかったけど。ゲイブは何に荒れてたんですかね。お米と水は1対2、タイマーは30分。待ってる間に宿題を終わらせる。素晴らしいルーティーンだ。母さんがいなくなってからは冷蔵庫はいつも空っぽ。いや、買い物には行けよ。名刺がある。児童保護が何なのかも知らなかったけど、なんとなく怖かった。児童保護。こんにちは、レスリー・ハロランよ。オレゴン州児童保護サービスから来たの。夕べはお父さんと喧嘩したんだって。今お父さんはいるかしら。その夕べですよね。喧嘩なんてしてませんよ。実は今度学校で演劇をやるんで、親父とセリフの練習をしてて。あら、そうだったのね。でも何か相談したいことがあれば、そこの番号にかけてちょうだい。また1時5分前だ。何なんだこれ。兄さんも家族のために頑張ってくれたけど、子供の力じゃ。別に児童保護されりゃよかったんじゃないかと思うけど、そんなの分かんねえもんな、子供じゃ。てか親と離れるっていうのはまたその、まあ、無理だよな。タバコを片付けるのはすごく嫌だったな。勝たせよってな、本当に。とにかく勝たせよって。行かないといけないのか。この本のキラーミストレスのコードめちゃくちゃなんだよね。ロック好きの若者向けギター講座救急車クラス。兄さんはヒットする前からこの漫画好きだったけど、この頃の私にはちょっと黒すぎたな。鉛の男。いつもこんな風に怒鳴り合ってたっけ。何を怒鳴ってんすかね。クワ、おおい待て。アレックスには言わないつもりかよ。いい加減静かにしろ。知るかよ、こいつ仕事をクビになったんだ。まただぞ。ありえねえよ。まったく、その口の聞き方は何だ。大体何も知らないくせに偉そうな口を聞くな。あれは仕方なかったんだ。大丈夫、なんとかなるよ。例えば。なんだそりゃ、家賃も払わねえとだし、どうすんだ。レコード売ろうよ。それから私のギター売ればいいじゃん。あのな、なんでそんなことしなきゃいけないんだよ。こいつのせいなのに。母さんが生きてたら。お風呂は関係ねえだろ。レイブ。いい加減都合悪くなった時にお袋の名前出すのやめろよ。触るんじゃねえよ、クソ野郎。父さん。おい、アレックス。大丈夫、平気。ちょっと当たっただけ。アレックス、わざとじゃ。ねえ、気にしないで。別に痛くないし。もう限界だ。
ここを出ていく。児童保護の人間がまた来るだろう。そいつを頼れ。父さん。すまない。やだ。待ってよ。なあ、ここってさ、どこの施設なんだ？シカゴのとこか。寂れてんな。ねえ、これまだ続けるの？もう無理。アレックス。何？自分の過去とちゃんと向き合え。なんで？私もう十分向き合ったよ。まだだ。やるぞ。1年後、俺は16で車を盗み少年院に入った。ねえ、やめよう。ついにお前は一人になった。それから施設を転々としたり、里親ができても扱いが存在で苦しんだ。17の頃にはもう諦めてた。それとお前はそれまでのどこかであの力を手に入れちまった。諦めたのはそのせいでもある。そうだろ？もうやめようよ、アレックス。座れ。やっぱりやらないといけないの？ゲイブはさ、何をさせようとしてるの？うわ、もうめっちゃいっぱい言うんじゃん。まあ、とりあえずこれはね、次回に回すとしても、何あれ、アレックスにさ何をさせたいの？これをやることに何の意味があるんだ？